はい、どうもこんにちは。この動画では私が今やっているようなナレーションを Adobe Audition で収録・編集するときに使っている7つのテクニックについてご紹介します。今回は私のやり方を踏まえつつ、 Adobe Audition を初めて使う人にもわかるような基本的なものを取り扱っていきますので、ぜひとも参考にしてみてください。それでは早速本編を見ていきましょう。アクション1、波形とマルチトラックセッション。まず Adobe Audition で編集をする際にはファイルから神経と進みますが、ここで編集画面が2種類あります。それがマルチトラックセッションとオーディオファイルです。マルチトラックセッションは複数の音を縦に積み重ねながら編集を行う画面で、オーディオファイルは1つの音を細かく編集する編集画面です。今回はナレーションということで、直接オーディションに音声を入力していきたいので、オーディオファイルを選択していきます。チャンネルはモノラルでもいいですが、右と左から聞こえる音声を別々に作りたい場合はステレオにしておきます。ファイルができたら、ここにもし事前に収録した音声などがある場合はドラッグして音声をここに読み込むことができます。アフレコやナレーションなど直接コンピューターに音声を収録していく場合は、 Adobe Audition にマイクを接続して音声を取り込んでいきます。接続したマイクは Adobe Audition のところから設定を開いて、オーディオハードウェアを開くと、ここから外部マイクを指定することができます。マイクを接続して収録すると、通常はオーディオファイルの波形で収録することになります。ローン払ってるのじいちゃんなのにばあちゃんちって呼ばれることあるよね。2つ目は保存方法です。波形を使う場合は細かいノイズの編集などで非常に便利なのですが、まずは最初に別名で保存しておくことをお勧めします。これはかなり重要です。マルチトラックの場合は SESX というファイルが作成されて、そのファイルの中で音声が編集されます。一方、波形で編集をする場合は何も新しいファイルが作成されないままサクサクと編集をすることができますが、このまま編集を保存して終了してしまうと、オリジナルのファイルにその編集内容が上書きされてしまいます。元の音楽素材が書き換えられて消えてしまうので、これによって私も何度か取り直しをしてしまったことがあります。本当にやめてほしいです。そこでおすすめなのが、最初にファイルを挿入したら、そこで別名で保存というのを選択しておくことによって、元の編集ファイルをキープした状態で別にファイルが保存されます。なので、間違えて編集したままファイルを閉じた後でも、最悪元の音声ファイルは無視なのでやり直すことができます。3つ目は範囲を指定することです。音声のある特定の部分が気になる場合は、ドラッグ&ドロップをすることでその部分だけを選択することができます。例えばここだけにエフェクトを加えることもできますが、通常間違えたところを選択して、ここでデリートキーを押して削除をしていきます。他にはこの選択した範囲のところだけをコピーして貼り付けたり、またこの選択した範囲のところだけのオーディオを上げ下げするときなどにも使っていきます。また下にあるループボタンをオンにすることで、ループをしながら確認することができます。バーチャンチッ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 バーチャンチただ、今回の方法は室内では有効ですが、外で収録した音声は環境音が変に消されてしまって、こもったような音になることがありますので注意が必要です。まず、環境音やホワイトノイズなど、背景にかかっている音を消すために、喋っていない箇所を選択しておいて、ノイズプリントをキャプチャというのを選択していきます。すると、この部分のデータが読み込まれました。そうしたら今度は全ての範囲を選択しておいてから、まだまだエフェクトからノイズリダクションというのを選択していきます。すると先ほど読み込んだ環境音が全体の音から引かれて、環境音のノイズが消えていきます。慣れていくとショートカットキーを使ってシフト P でキャプチャー、コマンド A で全部選択、コマンドシフト P でノイズリダクションという感じで、格闘技のコマンドを打つように打ち出すこともできます。続いて5つ目が視察音を除去するというものです。続いてはディエッサーと呼ばれるもので視察音を除去していきます。主にさしすせその言葉に含まれる音がたまに耳にキーンとなってしまって聞きづらくなってしまうことがあります。そこで全てのクリップを選択している状態で、エフェクトから振幅と圧縮のところを開いて、ここで視察音除去というのを選択していきます。私の場合は声が低いので低音声ディエッサーというのをプリセットから選択して、これで適用をしていきます。
これで耳が痛くなるような周波数の音域を削ることができます。続いて6つ目は小さいノイズを除去するというものです。たまに喋っている最中に小さな音が紛れてしまうことがあります。そういう時はスポット修復ブラシツールというのを使っていきます。周波数をスペクトル表示というのを選択していると、画面の下にウルトラマンのオープニングのようなおどろおどろしい色をしたグラフが出てきます。このグラフの中でポップがある部分を見つけ出して、スポット修復ブラシツールを選択した状態でグリグリとドラッグしていきます。するとドラッグした部分がグラフから消えてノイズが削除されています。ただ喋っている声とノイズの周波数が近いと一緒に声まで消えてしまいますので、自分の声はノイズと同じ周波数なのだと自覚して取り直すなり諦めるなりすることになります。続いて7つ目は書き出していきましょう。全体的に編集が終わったら書き出しを行っていきます。その際にもしも始まりと終わりにフェードをかけたかったら、ここにあるフェードインとフェードアウトのマークをドラッグすることで最初と終わりを徐々に始めたり終わらせていくことができます。ファイルから書き出し、そしてファイルを選択します。ここでは書き出しをする場所とか書き出すファイルの形式を選択することができます。簡単に言うと WAV や WAV と呼ばれるものは圧縮していない分音質が高い傾向にありますが、一方でファイルサイズが大きくなります。その点 MP3 は圧縮していますので、人間が聞き取れない音を省いたりしていて音質的には WAV よりも低いですが、ファイルサイズは小さくなります。こういったことを意識していきながら書き出しをしておけば OK。 さあ、ということでこの動画は終わりですが、ここで紹介したのはあくまでも私が室内で行っているナレーションで使用している方法なので、他にもこんなやり方があるよというものがあればぜひともコメントなどで教えてください。それではここまで見てくださり本当にありがとうございます。スキルを身につけ新たな世界へ挑戦するヒーローとなれ。いつか会える日を。